インターネットブラウザーは Nintendo 3DS シリーズの標準ウェブブラウザーである。本ソフトウェアはファームウェアアップデートを通じて2011年6月6日にアメリカで翌7日にはヨーロッパ、オーストラリア、日本でリリースされた。Nintendo 3DS のインターネットブラウザーで Wikipedia のポータル画面を表示しているヨースタッチペンを使った簡単な操作で インターネット上のウェブサイトが閲覧できる。他のゲームをプレイ中でも起動できるため、プレイ中に調べ物をする際にも利用できる。画像のアップロードにも対応しており、本体や SD カードに保存した画像をインターネット上で公開できる。本体は 3D 表示機能を備えているが、ホームページの表示は 3D に対応していない。また、 プラグインが必要なコンテンツも表示できない。New3DS、3DSLL に DSLL に搭載された Web ブ,ブラウザーは Nintendo 3DS、3DSLL に DS のものと大きく異なっている。多くの機能改善が行われたほか、新たに動画の再生に対応し、ページの表示スピードが向上している。初代 3DS シリーズと New3DS シリーズに 搭載されたウェブブラウザーでは技術的な仕様が異なる。初代 3DS シリーズではブラウザーエンジンにネットフラントブラウザー NX を採用。全世代機、n i n t e n d o の n i n t e n d o b r o はオペラベースでブラウザーエンジンが変更されている。Web 標準は HTML4.01、XHTML1.1、CSS1、CSS CSS2.1、CSS3 の一部とドム1から3、ECMA スクリプト、ゼメルズトップリクエスト、キャンバスの一部をサポートしている。プロトコルは、http1.0,http1.1, tls1.0, tls1.1, tls1.2 に対応。ユーザーエージェントは、モジラ5.0バージョン。jp となる。 ページ側で指定がない場合は、横幅980ピクセルとして、HTML をレイアウトするようになっている。画像表示は、んぽ、GIF、JPEG、PNG、BMP、イコ形式に対応しており、Nintendo 3DS カメラで撮影した、んぽ形式の 3D 写真データの 3D 表示も可能。本体や SD カードに保存されている写真をアップロードできる。 ただし、動画や、音声の再生、アップロードには対応していない。Adobe Flash、PDF などのプラグインが必要なファイルの表示には、非対応である。New3DS シリーズでは、ブラウザーエンジンにネットフランとブラウザー NXV3.0 を採用。Web 標準は、HTML4.01、HTML5、XHTML1.1、フルスクレーン。 ゲームパッド、SVG、Web サコット、ビデオサブタイトル、WAF、Web メッセージング、サーバー、セント、ウェブ Web ストレージの一部、ゼメルズとプリクエスト、キャンバス、ビデオ、DOM1 から3、ECMA スクリプット、CSS1、CSS2.1、CSS3 の一部をサポートしており、初代 3DS シリーズと比較して大幅に増えている。対応プロトコルは、 初代 3DS シリーズと同じく http 1.0http 1.1tls 1.0tls 1.1tls 1.2ユーザーエージェントはモジラ5.0 Apple WebKit 536.30NX3.0 モバイルニンテインブラウザー 1.0JP となるただしモバイル版を リクエスト機能を使用した時には異なるものになる。画像表示は従来から対応していた NPO, GIF, JPEG, PNG, BMP 以降に加えて SVG 形式もサポートする。また新たに動画再生にも対応。対応フォーマットは MP4 と HLS。音声コーデックは ACMP3、ビデオコーデックは H264 に対応している。ただし、動画をアップロードする際には、MKV 形式になる。初代 3DS シリーズと同じく、Adobe Flash、PDF などのプラグインが必要なファイルの表示には、期待応である。本体設定で保護者による使用制限を設定することで、インターネットブラウザーの使用を制限できる。写真や、 画像のアップロードや保存のみを制限することもできる。子供が安全に利用できるようにするために、有害なサイトへのアクセスを防ぐための、フィルタリング機能が利用できる。Nintendo 3DS、3DSLL、2DS では、デジタルアーツのフィルタリングサービス、i、フィルター r n i n t e n d o 3DS が、無料で利用できる。対して、ニュー Nintendo 3DS、 3DSLL、2DSLL では、はじめから、アクティブレイティングシステムによるフィルタリングがかけられており、クレジットカード認証をした上で、手数料を支払うことで、解除できる。ありがとうございます。